その驚きはいよいよ全国へ。もっと自由に、もっと使いやすく、楽天モバイルはこれからもデータ使い放題のネットワークを広げていきます。すべての人がいつでもどこにいてもつながり合える世界へ。この国をモバイルの楽園に。楽天モバイル。ここにちょっと興味を持って写真撮ったり、ちょっとなんか見てる。はい、それではやっていきます。レッツゴーって言ったらね、レッツゴーって言ったらね、こうやってやってください。そっちに伝えてくれる。コロナ禍で僕らもコンサートができなくなったりとか、いろいろ大変なことがあったんですけど、なんかそういうのを突破していくというか、そういう曲になればいいなと思って作りました。やっぱり新しい何かをこう見つけたいし、新しい発見をしたい、なんかそんな思いで踏み出す曲にはなったと思います。おい、あと全然レッツゴーができなかった。どうしました？何今の？どうしました？何今の？全然レッツゴーができなかった。びっくりした自分で。でもやっぱり新しいものをトライして、でそれをまた待ってくれてるファンのみんな、オーディエンスのみんなに届ける、なんかその瞬間の喜びに変えがたいものはなくて、やっぱりそれをこれからも続けていこうというある種の決意表明みたいな、そんな歌詞になってます。天気予報がね、ここのとこずっと雨だったんですけど、本当に昨日雨で、今日が晴れで明日雨みたいな、すごい天気の中ですね、やることができました。でもう何より、まあ、この CM を作ってくれた制作チームの本当にもうテンポというか、手際の撮影の手際の良さと、集まってくれた、まあ、ファンクラブの方だったり、楽天の、社員の皆さんだったり、エキストラの皆さんだったり、そういう皆さんのこう一致団結となったね、本当に盛り上がりがこの CM を全て支えてくれました。本当にいいものになったと思います。そのエキストラとはいえ、あのステージに上がって歌うっていう、なんかこう、ものすごく興奮もしましたし、あの緊張もしましたし、あとその撮影の合間ですよね、この逃げ場のない衣装っていうね、こうどこいてもゆずが分かるみたいな、すごいあの楽しい一日でした。やっぱり今回の CM の一番の見どころは、まあ、僕らのこの楽天ピンクじゃないかなというのは冗談で、あのやっぱり何といってもこのライブ感だと思うんですね。まあ、僕ら今実際ツアー中で、全国ツアーを回ってるこの合間に、本当にこうなんかミニツアーを今日やったような感じで、お客さんと一緒にこう作った僕らのこのミニライブが CM の中にぎっしり、収められてるんじゃないかなと思ってます。お歌を皆さんの前で歌ったことが、あのライブ感が伝わればいいなと思ってます。すごい歌っちゃってやっぱお客さんのパワーってやっぱすごいですね。あのすごい楽しく歌いました、はい、ちょうどこの楽天モバイルというプロジェクト自体が、まあ、楽天さんにとってもすごい大きな挑戦で、そういう意味でもなんかこの曲とこの CM はすごいリンクして面白いものになるんじゃないかなと思ってます。まあ、僕らももうデビューして25年経つので、そんなに頑張んなくていいんじゃないかなとか、こう無理しなくていいんじゃないかなって思う時もあるんだけど、でもやっぱり新しいものをトライして、でそれをまた待ってくれてるファンのみんな、オーディエンスのみんなに届ける、なんかその瞬間の喜びに変えがたいものはなくて、やっぱりそれをこれからも続けていこうというある種の決意表明みたいな、そんな歌詞になってます。少しずつまたできることも増えてきて、そういう中で、もしも一歩踏み出したいとか、新しいことにここから挑戦したいっていう人は、ぜひこの曲を聴いてもらって、元気になって、少しでもそういう方々の背中を押すことができればいいなと思ってます。はい、あのとにかくそうですね、底抜けに明るい曲なので、歌ってる僕らも楽しかったですし、その元気が皆さんに伝わればいいなと思います。